少女たちに夢を見せるということ、美麗なイラストが入っておったり、今でも通じるようなファッションセンスで紹介しておったのである。何がこれ素晴らしいかって、このの が描かれてるんであるよ。我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちは、ブリザードであるぞ。我はもう長く絵の仕事をしており、それの技術であったり表現方法であったりトレンドであったり、様々なことをこの YouTube という場を中心に発表しておるというのは、まあこの動画を見ている方は当然ながら知っている方も多いであろう。で、今日はその我が普段の活動の中で、まああまり見せていない一面というか、まあ我の趣味的な動画ではあるんだけれども、まあちょっと絵にもつながる大きなものではあるので、それを今日はこのタイミングで皆に紹介したいなと思うのである。まあそれは何かというと、我は結構古い本の収集が好きで、その中でもデザインであったりイラストであったりファッションであったりなどの古い本というのをもう随分十数年集め続けておるんだけれども、まあその中でも今回は一つの雑誌を紹介しようと思うのである。それがこちら、ひまわりという雑誌なのである。こちらはなんと昭和22年の1月から昭和27年の12月まで発行されていた少女向けの雑誌なのである。もちろんこちらは当然当時のものなので、もだいぶボロボロではあるのだが、非常に貴重なコレクションというか、こちらは戦後すぐに発行された少女雑誌ということで、みんなのおばあさまなどはこの雑誌見たことあるという方いるかもしれないのである。この雑誌はこの表紙の絵を全て同じ方がずっと描かれ続けておるのではあるが、イラストレーターでありファッションデザイナーであり雑誌の編集者でもあった中原淳一殿というイラストレーターの方が編集に全て関わっているという本なのである。皆もご存知の通り、日本という国では戦争があった。少女たちに夢を見せるということ、そして良き教育を受けることで清く正しく美しい女性に育ってほしいと願い、このひまわりという雑誌を創刊したそうなのである。ちなみにこちらは、当時発刊されたものではあるのだが、こちらは後に国書刊行会というところから復刻されたバージョンの雑誌なのである。そちらの一つに昭和22年1月に刊行されたひまわりの第1号もあるので、ちょっとこちらも中を見てみようと思うのである。こちらではこのような美しい影絵のような表現のシンデレラの童話が載っておったり、このように折り閉じのページで中原淳一殿の美麗なイラストが入っておったり、またこんな感じでいつか自分の部屋を持った時にどのようなお部屋にしようかなどと夢を与えるお部屋のレイアウトの図も載っておったり、これはもうひまわりという雑誌の中の、まあ、有名コーナーになるひまわり身だしなみセクションという中原淳一殿が少女たちにどのような美しい装いや普段持っている服も着方着こなし方一つでおしゃれになるよというのを毎号届けているコーナーなのである。こちらもイラストは全て中原淳一殿が書かれておるのである。そこでの一文をちょっと読ませていただこうと思うのである。戦争が終わって1年半、皆様の服装は確かに美しくなってきました。しかし皆さんの服装についての考え方の底にあるものを静かに考えてみますと、2つの考えがあると思います。つまり戦時中、美しいということが罪悪であるかのように見られていたこと、一つのものを効果的に美しく用いるということが国民精神に反するとでも言うように考えられていたこと、同じものでもできるだけ美しくなく身につける方が健康的で素朴な美しさと呼ばれるような傾向があって、それが醜ければ一番問題がなかったというような考え方から抜けきれないで、美しくあることを誰かに遠慮しているような人や、また美しさに対する感覚を失ってしまった人々、それともう一つは突然目の前に開かれた自由という美名に便乗して無反省に着飾っている人々です。というように、まだまだこの時代どのように着飾ればよいのか、着飾るということは良くないのではないかと考えていた方々に対して、中原殿はではどうすれば美しく着飾ることができるのかというのを切々と説いておるのである。その意味でひまわり身だしなみセクションでは、あくまで女学生らしさを失わず自分の置かれた地位と年齢に最もふさわしい服装について
毎月皆さんと一緒に考えていきたいと思います。なのでこう女学生が着るべき美しき良きファッションというのをこんな風にいろいろと今でも通じるようなファッションセンスで紹介しておったのである。またこの雑誌の中では1月3日に新しい憲法が公布されましたという、新たな憲法が公布された時私たちはどうなるのか、女学生の皆さんはどうなるのかということを分かりやすく解説もしておったりしておるのである。新憲法が男女は人間としての値打ちにおいて同等だということをはっきりと言っているのです。女だからそんなことは言えません、女だからこうしなければならないのですと、女だからの一言のもとに何もかも押さえつけられていた今までの多くの婦人たちの気の毒な身の上を皆さんも見聞きなさったことがありましょうということで、これまでは男性だから女性だからと区別されておったり、ある意味では差別が起きていたと。学校でもいわゆる小中という学校でも男性と女性で受けられる授業の内容が違ったり、時代によっては男性と女性で学ぶことができる期間が違ったりなどもあった。それが等しく平等になるということに対してのこのような時勢のコラムが載っておるというのは、今の我々では想像がつかないほどハッとさせられてしまうし、改めていろんなことをこう考えさせられるものだったりするのである。そしてこんな風にお人形を作ってみましょうなどの手芸コーナーなどもあったりするのである。そしてそのようなある種堅苦しいコーナーだけではなく、クスッと笑えるユーモラスたっぷりのコーナーや読者からのおはがきのコーナーなど、今の雑誌と変わらない様々な毎月読み応えのある内容になっておったのである。これは復刻されたものではあるんだけれども、当時は紙も配給制で雑誌をするための紙が足りなかったため方々を走り回り紙を集めたというお話も載っておるぐらい、このひまわりという雑誌は少女たちに夢を与えるための大人が真剣に頑張って作った雑誌なのであった。で、本当に中原殿の描かれる少女のイラストというのは素晴らしくて、我が一番好きなカットがあるのでちょっとそちらも紹介しようと思うんだけれども、それがこちら2023年の1月号の雑誌のカットなんであるけれども、こちらのおこたの絵なのである。おこたのこの布団の部分にお母様やおばあ様からもらった着物を使ってアップリケをつけてみてはいかがでしょうかと提案しておるのだが、何がこれ素晴らしいかって、このおこたのお布団がフリルとして描かれてるんであるよ。普通おこたのお布団をフリルとして描くって思い浮かばないではないか。だし、言ったらそのありきたりな古典的なおこたというものをもう少女が憧れるためのカスタムを考えて、そしてこんなに美しくなるんですよというのを中原殿のイラストで紹介するという、もうこれを見た時に我はもう痺れたんであるよ。この世におこたを美しく描ける方がいるということと、おこたを美しく描けるという発想に至ったことのない我をすごく恥じたのであった。今我が見てこれだけ魅了されているもの、当時の女学生少女の皆様はこれを見てどれだけ夢を与えられたのだろうかと、そこから我大体10年ぐらいかけてかな、少しずつ集めるようになったのである。この雑誌、先ほども語ったんだけれども、このひまわりという雑誌は女学生にとって清く正しく美しく質の良いものを見せるということを大事になさってきておったのだが、小説、これ連載小説なんだけど、椿という連載小説で、中のカットもこれ中原純一殿が描かれているんだが、この小説の作者川端康成殿なのであるよ。多分お名前だけでもみんな知ってるっていう、あの大文豪の方がこの少女雑誌のために書き下ろしの小説を毎号書かれていたのである。どれだけ質の良いものを見せるのか届けるのかということにまさに命を削って作られていたのかというのが分かる一端だと思うのであるよ。本当に、ちなみに実際結構読んでても今でも通じるストーリーだったり分かりやすさだったり、その少女が読むということを考えて作られた物語というのもあって、めちゃくちゃ面白かったのであった。中原純一殿の活動精神とても素晴らしいと思っており、まあそれをどううまく表現できるだろうと思ったので、今回はこの7月に発刊されたひまわり8月号を、その中の身だしなみセクションで紹介されている少女のための街頭のエチケットというコーナーで、まあ、少女の街での歩き方や服装について書かれている本、このコーナーで使われている
少女の子のファッション、こちらを我がこの2024年の今参考にして書かせてもらおうと思うのであるぞ。ではひまわりの身だしなみセクションより夏の装いの姿を魔王の絵柄で描いてみようと思うのである。できるだけ中原殿の描かれた衣装デザインや髪型を尊重して描いてみておるのであるが、改めて中原殿の描かれるタイムレスな少女の美しさのイラストに驚いたのであった。はつらつとした美しさ、そして少女らしい自然な姿というのを本当に丁寧に描かれておって、今回こうやって描かせていただきながら、その長年愛されている良さというのに改めて感じたのであった。今回千賀はクリップスタジオペイントというソフトを使って描いておるが、色塗りは別のソフトを使おうと思うのである。それがこちら Adobe Fresco というペイントアプリで、以前紹介したことがあるのではあるが、このアプリの水彩機能が本当に自然で豊かな表現ができるので、今回のイラストに合っているのではないかなと思って色塗りで使ってみておるのであるぞ。色味に関しては雑誌が白黒であるため、こちらの想像で描かせていただいておるが、夏の装いらしく爽やかなカラーリングにしようと思っておるのであるぞ。陰影も夏らしく影の濃いものにしながらも爽やかな印象になるよう細かに調整をしておるのである。水彩感を生かしたお菓子なども細かに加筆しながら、デジタルっぽさとアナログっぽさのいいとこ取りができるようにしておるのであるぞ。さて、大まかに陰影やキャラクターの塗り込みができたところで、このイラスト最大の書き込みをしていこうと思うのである。鉛筆系のブラシを使って麦わら帽子やカバンなどに細かなタッチを入れていき、ワンピースにも細かなストライプ柄を加筆していくのである。身頃部分はまっすぐ縦に沿ったストライプなのではあるが、スカート部分は斜めにバイアスのかかったデザインになっているので、スカートの立体感を捉えながら斜めのストライプになるように細かに描き込んでいく作業は大変ではあったが、ものすごく楽しかったのであった。この絵が描き込んだところで最終的な仕上がりをしたら、いよいよイラストの完成なのである。夏の清らかさと少女としての可憐さを失わない爽やかなデザインのドレス、それを身に包んだ少女の姿を中原純一殿のデザイン画をもとに描かせていただいたのである。このデザインが70年以上も前のものだとは思えないほど、今でも通じる非常にクラシカルで上品なドレスで、変わらない良さというものを改めて感じさせていただいたのであった。皆はこのワンピースのデザイン好きかの？よければ動画でコメントしていただけると嬉しいのであるよ。というわけでいかがだったであろうか。我らは今当たり前のように平和であったり、自分のやりたいこと、表現したいこと、選択したいことを選択できている時代に生きておると、そのことを今回このひまわりを読みながら改めて、それができるようになった下地にはこのような先人の方々の努力であったり、その方々が目指そうとした世界に我らは今立てているのであろうかと、深く様々な思いを馳せるひとときとなったのであった。ぜひ皆も今だけを追いかけるのではなく、昔どのようなことがあったのか、今私たちがこのように暮らしておるというのはどういった歴史があったからそうなったのかというのを振り返ってみるのも、これからの創作のヒントになるかもしれないのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。